そうですね。まあ、これまではあの非常にこの日のためにいい準備をできたと思いますし、えー、まあアメリカからあのまあ早めに帰ってきたのであの時差ボケも治りましたし、えー、体調の面でもあのいい準備ができているのかなと思いますし、まあ、アメリカで、えー 6試合ぐらいですかね、あの予選ずっと通ってるんですけど、まあ、その粘りというか、そういうものと、あとやっぱプラスアルファでスコアを伸ばせるその力というか、そういうものを今週、両方出せればいいなと思いますそうですね、地、まあ、形も違いますしまた、どういうふうに難しくするか、どういうふうにコースを難しくするかっていう、そのアプローチの仕方もやっぱり違いますしただ、のこのコースに関しては、 やはり地形も生かされていてえま,あまた日本独特の,やっぱその芝質というか高麗の芝のやっぱラフというのはすごく長く伸びますし多分試合期間中通しても伸びていくのでまあ日曜日に近づくにつれてこうもっともっとラフが重くなっていくという想像もつきますしフェアウェイも狭いですしでまたまあ日本独特のまあそういう部分も生かしつつ え、やっぱ所々池が非常に効いているホールもありますしまあ特にやっぱ7番、8番、9番あたりはまあこのコースのまあ一番のまあ難しいところではないかなと思いますしまあ雨が降るんでその風が吹くかどうか分からないんですけど風が吹いた場合も非常にやっぱり林間コースならではの風の読みだったりという難しさは。 ありますからあ,の、まあそういう意味で日本らしさというかそういうのがこう非常に生かされているコースではないかなと思いますね。はいそ,うですねまあ、その辺りはこうどのぐらいなのか分からないですけど、まあ、とにかく自分ができることをこうそこに100%集中してやりたいと思いますし本当に久しぶりの、えーまあ、日本の皆さんにこうたくさん 囲まれなながらのラウンドになると思うんで、えーまあ多分アメリカだったら本当に予選ラウンドとか本当にちらほらっていう感じなんですねだからこうどうですかね自分が圧倒されちゃうかもしれないですけど、えーまあ、しっかり集中できればいいなと思います、はい、そうですねまああの今の、えー、日本のツアーの中心というかやっぱり彼が えー、今ここまであのこう常に日本の男子ツアーの話題というかその中心にいるのはもう明らかかなと思いますしもともと本当ジュニアの頃から友達でまあ一緒に頑張ってきてる仲なんで、まあ、やっぱりプロになって、えーまあ、お互いがこうプロになってプレーする初めての機会でもありますし、まあ、そういうのはやっぱり自分たちがジュニアの頃に。 えまあ夢見てたというか想像してたこう瞬間でもあるのかなと思いますしまあそれが叶う瞬間でもありますけどまあ同時にそれが勇者争いであるということもあの僕ら子どものころからあの夢見てることなんでえまあそれがそのなかなかまあ秀樹と同じ舞台で同じ時間にプレーをするっていうのは今年あんまりないチャンスだと思うんで。 えー、そこでこう2人同時に、えー、いいプレーができるかどうかっていうのは分からないですけど、えーまあ、2人ともそれを目指していることは確かだと思いますね。はいはい、僕が2年前プレーしたときよりもあのラフに入ったボールがちょっと浮いてるというか気がしますねなので今年の方があが芝の密集度は高いような気はするんで。 沈んだときはもちろん難しいんですけど、えー、その根元の方が結構密集してる感じなんでその上に乗るとこう球が見えないんですけど実は地面とは結構空間があってそこに入っていく隙間クラブが入っていく隙間が結構あるのかなと思いますね一昨年プレーした時ときは一昨年まではこうラフに入った瞬間にボールが一番下の方までが入っていってるような。 印象があったんで芝一本一本のその感覚が2年前の方がこうが広かった気はしますね、その方が難しく感じましたし、うーん本当、サンドウェッチで出すだけっていうこともやっぱ非常に多かったんで、えー、まあそ,うですね、そして10番もパー5になってますし、スコア的にはもしかしたら、数字的に去年よりも出るという可能性は十分あると思います。はい うんそうですねやっぱり100人見てて100人が分かるような明らかな点は多分ないとは思うんですけど自分では、まあ、この半年で、まあ、自分のプレースタイルが非常に変わってきたなっていうのは思うのでうんどうですかね <laughs> 本当自分の1試合一試合を でこの半年前の自分、まあ、去年の終わりの自分と今の自分と、うん、本当に昨年最後の方ずっとこう見ててで半年しか見ないでこう今、まあ、今週見ていただければこう分かるかもしれないんですけどそうですねまあ積極的に。 今でも行きたいいなと思いますしドライバーも握る回数は多分多いと思いますけど、えー、日によって持つクラブが変わってくるっていうことが、まあ、多分今回は多いのかなと思うので去年までは一番ホールは絶対ドライバーとかっていうもう既に決まってて風がどっから吹こうとどんな強さだろうと絶対ドライバーみたいなの決まってたんですけど今年はまあ風がこう吹いたらスプーンにしようとかこう吹いたらドライバーだとかっていう感じでいかにこう。 うん、チャンスにつけるために組み立てていくかっていうことを強く意識して今やってるんで、うん、それもやっぱり一日見るだけだと分からないかもしれないです一日見るだけで3番ウッドをたくさん使ってるからこそなんかその見る人がうん刻むのが多くなったなとかっていうふうにその日だけで判断するのは多分難しいと思いますね。だからそれで4日間 見に来てくださいとは言えないので <laughs> あのやっぱ皆さん、都合ありますしそう考えると難しいのかなと思います。は <laughs> い